合格おめでとうございます。ありがとうございます。最初に簡単で構いませんので、はい、自己紹介をしていただけるでしょうか。はい、現在は群馬県に在住しております。はい、社労士事務所に今勤めておりまして。はい、社労士事務所に勤めてるってことですけれども、はいはい、これは合格したから転職したんでしょうか、はい、それともその前から外国人の方に年金のことを聞かれてわからなかったのが、きっかけだったんですけれども、それから社労士という職業を知って受けたいなと思って、じゃあ第一歩として就職をしようと社労士事務所に入ったのがきっかけですね。あ、そうですか。はい、群馬とかだと、まあ、通学できるところも限られてるかと思うんで、はい、そのところから通信でしょうか。人のいるところで勉強ができないタイプ でして、もう一人でもずっとこもってやっていたいという人なので、本当に通信しかまず考えてなかったんですよ。その中でフォーサイトを選んだ理由っていうのは、はい、まず無料の講義を取り寄せさせていただいて、はい、加藤講師の講義を引き換えさせていただいたら、もう声のトーンとか波長というんでしょうか、はい、そういうのがすごくあったので、自分としてはすごくいいなと思ったのと、あと、まあ、テキストがすごくカラーで見やすいなというのがあったので、はい、講義、テキストありますけれども、はい、まあ、それ以外に副教材的なものって言ったらあれですけれども、はい、道場破りの中にいろんなものがあったりするかと思うんですけれども、ね、はい、その辺は活用されましたか。道場破りの確認テスト、はい、あれはもう10周回ぐらいをやったかなと、かなりやり込んだ、はい、記憶がありますね。はい、e-life スタディとかありましたけれども、はい、もうその辺は活用されましたか。そうですね、時間が許す限りその参加させてもらって、はい、仲間がいないので、はい、自分の進度が本当に適切に合ってるのか、皆さんはどのくらいできてるのかっていう目安になったので、とてもいい講義だったなと思って、フォーサイトさんに申し込む前は独学で第1回目受けたんですけども、はい、その時はもうネットで落ちてる情報とかをもう全部取りつつ、自分で買った教材をやりつつっていう形だったんですけど、ご自身でネットで情報を仕入れて勉強していくのと、はい、講座を使うのですと、はい、どういうふうに違ったか。自分で仕入れる情報だとこれが本当にどのくらいの重要度で、はい、どのくらい覚えたらいいのかとかいうのを自分で判断しなきゃいけないってことになっちゃうので、はい、その点だと講義の方がここは大事、ここはまあ流すくらいでメリハリがすごく分かりやすいので、やっぱり講義の方がすごくいいなと思いましたし、要点をまとめてくださっているので、はい、自分としてはすごく効率よく吸収できたかなと思ってますので、そっちの方が良かったかな。まあ、1日あたりどれぐらい、まあ、1週間で見た場合どれぐらいの時間勉強されましたか。平日は3時間、土日は6時間から7時間と決めてやっていました。なので元年度試験の不合格の合わせると合計 の勉強時間は1500時間ぐらいですね。まあ、はい、お仕事されながらの勉強ですから、はい、その勉強時間の捻出っていうのもなかなか大変だったかと思うんですけれども、はい、まあ、どのような工夫をされましたか。ちょっと昨年結婚したばかりなんですが、まあ、家にちょっと妻がいて、はい、帰ってきたらもうすぐ部屋にこもって勉強っていう形をさせてもらってるんで、音とかも全然気になっちゃうので、もう本当に自分の部屋にしっかり締め切って必ず決めた時間をやるって決めてやりました。例えば仕事を帰ってきてこもって勉強しちゃったりしたら、はい、奥さんが何か言われたりしなかったんですか。はい、協力してもらってる部分もあるんで、まあ、たまにちょっと土日はぐらいは、はい、ご飯を作ったりとか、はい、合格にすごくプラスに働いたっていうことですね。本当に、はい、感謝しております。外国の方に年金をうまく説明できなかったからっていうことをお話ししましたけれども、はい、まあ、これからはまあ社労士事務所でも働いていることですから、はい、その辺知識とかをフル活用していかれるんでしょうか。外国人も増えてますし、まあ、それ以外の方も、まあ、一応今こういうご時世でもコロナのご時世ですし、はい、なんかお手伝いできることが社労士として何があるかなっていうのをちょっと突き詰めて考えて動いていけたらいいなと思っております。社会保険労務士の試験をこれから目指す皆さん、最大の敵は自分の中の自分です。甘えるのも自分ですし、
やる気を出してやらせるっていうか、自分で自分を振り立たせるのも自分なので、ご自身の中の敵に対して試験中つらいですけども頑張ってください。